収まってフェアリーステイクスゲートイン完了スタートしました少しばらついたスタートになっていますまずは内から3番スターズオンワース並んでいく5番スクルトゥーラこれらをかわして一気に出ていった11番浦川の奇跡先頭に変わって1バシリード2コーナーを回っていきます 2番手に上がっていった16番フィール・シンパシー3番手、5番スクルトゥーラ2コーナーから外回りコース向こう上面です4番手、7番ブルトンクール1馬身後方3番のスターズ・オン・アースが行って外は並んでいきます13番バンルーラーその直後に4番西のラブウィンク並んでいく12番、雪柳1馬身後方線を切ったところ1番エバー・シャドネが打ち外は10番のスプリット・ザ・シー2馬身離れて2番ビジュノワール3コーナーカーブ1馬身後方 外から14番ポケットシンデレラ後方になって800を切っています6番スピードグラマーこれらを一気にかわして上がっていく8番ライラック後方に構える9番エリカ・ビータ最後方7馬身ぐらい離れて15番のテーオー・シャルマンです34コーナー中間最初の 1000m59 秒台4コーナーに向かっていきます前は11番裏川の奇跡体半分のリード4コーナーのカーブに向かって接近する16番フィール・シンパシー 残り 400m4 コーナーカーブずらっと横に広がって第4コーナーカーブから直線に向けました3番手、7番ブルトンクール大外からは8番ライラックさらには5番スクルトゥーラ3番スターズ・オン・ワースじりっと伸びてくる現在4番手から3番手の争い前は16番フィール・シンパシー外から8番ライラック内から3番スターズ・オン・ワース広がっていますが8番のライラック内からスターズ・オン・ワースライラックゴール3番のスターズ・オン・ワース3着は2番のビジュノワールか